危ない刑事さらば危ない刑事、さらば危ない刑事は2016年1月30日公開の日本映画、危ない刑事劇場版シリーズの第7作。前作、まだまだ危ない刑事から10年3ヶ月ぶりの新作で、あると同時にシリーズ最終作となる。キャッチコピーは10年ぶりに、こんにちはで、さらばだぜ、泣くなよ絶対、飛び切り派手にさらばだぜ、ジョークで、 さらばは、言わないぜ。さらばそして、ありがとう。2016年時点において、同シリーズ同キャストによる刑事もの映画の作品数としては、大ハードシリーズ6本を超え世界最多記録となる。撮影方式は、テレビシリーズ、映画ともに前作まで一貫して、フィルム撮影が用いられてきたが、本作はシリーズ中初めて、全編デジタル HD 撮影で制作された。 2018年5月4日から Hulu で配信が開始された。警察官の定年退職が5日後に迫っていた、洋山と王した。無事に定年を迎えさせたいという町田捜査課長や、深町県警本部長らの気遣いをよそに、最後の最後まで悪党退治を楽しんでいた二人だが、一方で定年後の密かな夢も持っていた。特に洋山は、最愛の恋人である夏海と共に、 新たな人生へ踏み出そうとしていた。そんな二人の刑事人生最後のターゲットは、かつて壊滅させた銀星会の残党で現在は、新興組織、東流会の幹部として、非合法のブラックマーケットを仕切っていた井上。現場を吸収し、井上を追うも、謎のライダーの妨害によって逃げられてしまう。その翌日、井上が残殺死体となって発見される。登流会、ロシア、 中国、各国マフィアたちのパワーバランスが崩れ始める最中、謎の日系人京一ガルシアが現れた。ビジネスマンと名乗るその正体は、中南米系犯罪組織、BOB の幹部。目的はズバリ、日本進出。中国マフィアや東流会の主だった幹部を殺害し、東流会の傀儡化を図る。BOB に飲み込まれていく横浜を守るべく、ヨウと、大下は、 最後の捜査に挑む。当初は前作が完結編とされていたが、2012年6月より、講段社から刊行された、危ない刑事の DVD マガジンが累計で120万部を売り上げたことを受け、新作の制作が決定した。クランクイン前の2015年3月3日、本作出演のためにバイクの自主トレーニングを行っていた、吉川幸二が転倒事故を起こし、 全治2ヶ月の重傷を負った。この影響を演出に取り入れ、吉川演じるガルシアは常に杖をつく設定変更。同年4月、味の素スタジアムでの撮影からクランクインした。公開前日の2016年1月29日には、テレビアニメ、アクティブレード起動教習室第8係との連動企画として、コラボレーションイラストが同作公式サイトにて、 期間限定公開された。公開3日前の2016年1月27日から公開6日後の2月5日にかけ、東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター、つばクロのブログ、うわざつばクロう一言日記にて、本作関連の記事を掲載した。2017年2月17日、日本テレビ系列の金曜ロードショーで地上波発放送された。 3年弱後の2020年1月14日には、同局シニアの映画天国で放送された。ありがとうございます。